皆さんこんばんは、ペルディスタ小沢です。いやー悔しいですね、天国からいきなり地獄に突き落とされた感じですけれども、まあそれがね、今大会随所で各チーム起こってますので、本当にワールドカップ怖いなと、改めて思いましたけれども、今回は、今仕事終わりましたグループ E の第2戦、日本と、コスタリカの一戦についてお話ししたいと思います。結果は0対1、コスタリカが勝利を収めました。後半の81分、日本のクリアボール、特にね、森田についた、ボールをテヘダがかっさらってからの、まあ、ショートカウンターの形でしたけれども、フレールがうまく、左のウィンカーブで浮かしてということで、まあ、ちょっとタイミング合わなかった権田がね、キャッチし損ねたというところで、まあ、あれは難しい処理だったと思うので、権田キーパーを攻めることはできないかなと思いますけれども、まあ、ちょっと日本は不用意な形で、ゴール前特にね中央でのクリアミスというところを重ねられましたので、一番やってはいけない、自己的な形での失点で、痛恨の敗戦を喫しました。試合のスタッツを振り返ると、日本 57%、 コスタリカ 43% の保持率、まあ、シュート本数は13対4と、圧倒的に日本が、優勢でしたが、意外に枠内シュートは3対1ということで、まあ、やはり日本はボールは持てど、アタッキングサンドにボールは運べど、なかなか、ゴール前でね、クリーンな形でシュートチャンスなかったなと、うまくコスタリカもね、まあ、やはり体を張って最後はシュートブロックしてましたので、なかなかこじ開けられずという形でしたけれども、まずは両チームのスタメン確認をしていきましょう。はい、左フォーマースカヤオの日本ですけれども、前節初戦のドイツ戦からやはり予想通りターンオーバー使ってきました。5枚替えということで、森保監督大胆に変えてきましたね。ゴールキーパーは権田、ディフェンスライン右に怪我の酒井宏樹に代わって山根が入り、板倉吉田のセンターバックコンビは変えず、長友も変えずということでしたが、中盤は遠藤と森田が、このワールドカップ初めてのスタメン出場となりました。前線ですけれども2列目、右に堂安が入り、トップ下鎌田そのまま継続先発、左に相馬勇紀が起用されました。前線は上田綺世が先発となる 4-2-3-1 でした。一方のコスタリカ、初戦スペイン戦からは2枚替えでしたけれども、システムは、スタートから 5-4-1 の布陣でした。まあ、ただキックオフの時は、ワストンが、ね、少し中盤に入って、まあ、キックオフ、コスタリカボールでしたから、まあ、ロングフィードを使ってというところもありましたけれども、おそらく、日本を少し、ね、騙す意味合いでワストンを、ね、中盤に上げていたと思いますけれども、ちょっとね、4-4-2 にも見える形で入って、結果的には、5バック、やはり予想通り 5-4-1 の布陣でした。ゴールキーパー、ケイロル・ナバス、ディフェンスライン、右のウィングバックにフレールが入り、オスカル・ドゥエルテが右のセンターバック、ワストンが真ん中、フランシスコ・カルバの左のセンターバック、オビエドがそのまま左のウィングバックに入りました。ドブレピボーテにボルヘスとテヘダ、右にヘルソン・トーレスが入り、左にキャンベルが入り、コントレラスのワントップという形でした。はい、まあ、序盤前半、まあ、前半の45分は塩試合だったと言っていいと思います。非常にね、重たい展開で、なかなか日本も、そうですし、コスタリカもどちらかというと点を取りに行くよりも、まずは失点しないこと 0-0 で OK というような試合展開には見えましたので、まあ、お互いにあまりリスクを犯さずに、特にプレッシングはハイプレスなかったですから、まあ、日本に関しても、非保持の時はね、後ほど見せますけれども、少し噛み合わせの悪いままで、守備設定してましたので、まずはね、日本の保持からちょっと、説明したいなと思いますけれども、まあ、5-4-1 でビタッと引かれている、ね、陣形ですので、まあ、保持、センターバックのところは当然、まあ、自由にノーストレスで持てますということでしたが、まあ、右左の配置で言うと、相馬は、当然張り出す形でしたけれども、まあ、堂安が内側取るので、まあ、そこに対して山根がローリングして、ね、高い位置取りを取ればよかったんじゃないかなと思っては見てましたが、まあ、あまり初期設定の高さはなかったので、まあ、そうなるとコスタリカがどう守っていたかというと、まあ、こういう形で堂安、山根がローリングして、押し込んでいくと、おそらく、キャンベルが、ね、引っ張られて、オビエドがこういう形で、まあ、マンツーマン気味にみたいな捉え方をしたと思うんですけれども、あまり山根が来なかったので、まあ、キャンベルもそのままで、そして、まあ、オビエドも、まあ、攻撃参加のこともありますので、あまりここで堂安についていかずに、意外にこうやってマークを受け出してカルボがつくことが多かったので、まあ、意外にキャンベルが、山根を警戒しすぎずに、まあ、こういう遠藤とか、あるいは中盤で降りてくるような鎌田に対して、ちょっと内側に対してプレッシングをかけれましたので、まあ、日本は右側からの侵入はなかなかできないかなというような形でしたし、まあ、一方の、日本のね、多分強みは立ち上がり1分に相馬がここでぶっちぎってね、いきなり決定機、作りそうな勢いでクロス、ポケットまで侵入しましたので、まあ、おそらく今日の、まあ、の開始1分になってなかったですね。まあ、数十秒のところで言うと、
まあ、相馬が、対峙するフレールとは質的な優位性を出せるのは間違いなかったですから、できれば相馬にアイソレーションさせてあまりサポートも行かずに、まあ、ここで広いスペースを明け渡して1対1で仕掛けさせたかったなというところですが、まあ、そういう意味ではそこの、相馬にボールをどう運ぶかという動線作りのところが今日は立ち上がり、まあ、序盤でいうとポイントかなと思って見てましたが、やっぱり意外に、相手が 5-4-1 のオーガナイズなかなか崩さないので、まあ、崩さないということは日本が、あえてねちょっと自分たちの陣形崩して、相手を崩していかなければいけなかったわけですけれども、まあ、そこがちょっとできなかったかなと、まあ、後半ちょっとね、長友に変えて伊藤博樹が入った時に、まあ、内側に、サイドバックが入っていって、まあ、そこで引きつけたところから、まあ、少しパスコースを作るみたいなところはやってましたし、まあ、長友も当然、所属の FC 東京ではそういう内側のレーンを取っての、角度をつけた、パスコースを取るような立ち位置取れるんですけれども、まあ、あまり長友もね、ここでうまく、ボールをピックアップして、まあ、そこで配れるような形での配球なかったですから、まあ、なかなかそういうチームとしてのデザインがないですし、まあ、やはり試合の中で、そういうこうね、どこで優位性を出して、どこから仕掛け突破していこうかというところは、まあ、当然蓋を開けてみなければ相手の配置もそうですし、守備の狙いもわからないので、まあ、いざ前半が始まったところで、見極めてポイントを伝えて、できればリアルタイムにね、修正しながら、まあ、今日で言うと相馬に対するいいボールの動線作りをしなければいけなかったんですけど、まあ、そこはどうしても、この4年の森保監督のチーム作りで言うと、まあ、試合中のなかなかそういうね、ベンチワークで局面状況を把握して変えていくみたいなところの力はやはり弱い日本代表ですから、まあ、この試合に関してもそういうところがほぼなかったかなというところで言うと、まあ、どうしてもボールが入ってこないので、まあ、相馬はその後どうしたかというと、ね、こう後ろの方でボール持ってるところでだいぶ裏抜けのアクションばっかりしていたと、まあ、当然それによって、ね、相手が引っ張られるので、まあ、少し上田や鎌田が浮いてくるっていうのはあると思いますけれども、まあ、相馬の使い方はそういう使い方じゃないかなというふうには今日前半から見ていたので、まあ、ちょっと、日本の前半の保持攻撃に関しては、終始45分手詰まり感のある、展開だったんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、前半の非保持、守備のところのフェーズに関しても日本はあまり良くなかったんじゃないかなと、まあ、これはね、まあ、おそらく、日本森保監督も後半勝負でおそらく考えた試合だと思うので、まあ、暑さもありましたし無理に前半から、消耗するようなハイプレスはね、抑えてというところであえて、やった設定だとは思いますけれども、まあ、ただ、ずっと終始噛み合わせは悪かったなというふうには見えました。まあ、意外に前半はコスタリカがボールを保持する、まあ、ポジション率では意外にコスタリカの方は上回っていたかと思いますけれども、コスタリカ5バックで回すというよりもやはり、ね、ボール持った時にはウィングバックが少し立ち位置上げますので、まあ、3枚になると、まあ、そこに対して日本は上田と鎌田2枚で終始プレッシングを一応、ライン設定としてはね、それほど高くなかったですし、中盤ミドルサードセットだったと思いますので、まあ、そこのね、相手の3枚のディフェンダーに対して激しくプレッシャー行くみたいなことはほぼなかったですけれども、まあ、ただやっぱりコスタリカのね、ボールの運び見ても運び出し見てもやはり個々のレベルもそれからグループとしての前進も質は低いかなと思いましたので、まあ、奪いに行ったら意外に取れそうだなというふうには思いましたけれども、まあ、なかなかそこは、我慢我慢の前半でいったと思うので、まあ、そこだけをね切り取って批判することはできないかなと思いますが、まあ、唯一コスタリカが、個で、保持できたりとか局面を剥がせるのはキャンベルだけでしたので、まあ、意外に左に関して言うとビエドを高めに上げてキャンベルが少しね下がって中盤で、こういうところからボールを受けると、まあ、堂安がちょっと気にして下がった時にはキャンベルがフリーになりますし、まあ、堂安がね、そのままマークを受け渡して山根がオビエドを見て堂安がキャンベルを見るというようなタイミングでも、そういう局面もありましたけれども、まあ、ここでキャンベルに持たれた時にはなかなかそこでね、まあ、後ろ向きでボールが入ったとしてもうまく収めることができますし、まあ、そこで溜めて、ね、反転でくるっと、反転しながらファウルをもらうこともできてましたので、まあ、ただキャンベルがここで一気に剥がして一人で、ボールをね推進力を持ってこう剥がしていってボール前進させるみたいなことはなかったですし、まあ、あとはコントレラスに関してもなかなか、攻撃面でね、裏抜けもなかったですし、まあ、収めるようなフォワードでもないので、まあ、カウンターは本当に怖さがないかなと、ほぼ皆無だったと思いますので、まあ、日本が怖さがない中で唯一、こういうところでね、キャンベルがファールを受けてのセットプレーだけが怖かったかなというような前半だったかと思いますが、まあ、前半の終わり際に少し堂安が、ね、背後消しながら気にしながら、左のね、センターバックのカルボに対して、まあ、プレッシャー行くような立ち位置は取りましたし、まあ、それほど、強度の高いプレッシングではなかったので、ちょっと様子伺いみたいな形で3枚を作るようなプレッシャーの配置にはファーストラインになってましたけども、まあ、それを徹底していたわけではないので、まあ、日本としてもね、カウンターの怖さがないので、
まあ、個人的には言ってもよかったかなと思いますが、まあ、それは結果論でもありますので、まあ、おそらくそこは後半勝負で考えていたかと思いますので、まあ、後半に入って、後半スタートから2枚替えをした、森保ジャパンがどう変わったのかという部分を、少し解説したいと思います。はい、まあ、後半のスタートのところで上田に変えて、浅野を入れ、そして左サイドバック長友に変えて伊藤洋輝を入れたということで、まあ、個人的には非常にロジカルな交代で、まあ、後半、行くぞというような森保監督の、しっかりとね、そういう意図が見えるような2枚替えだったんじゃないかなと思いますので、まあ、ドイツ戦同様に後半、ハーフタイムを使って、まあ、チームを前がかりに攻撃的にしていくというような森保監督の采配に関しては好印象を持ちました。まあ、特に序盤から、浅野がね、プレッシャーの強度を高めて、少しハイプレス繰り出すようになりましたし、まあ、前半、相馬に対する動線作りということで課題だった、左サイドバックからの配球も少し伊藤がね、内側取ることで、まあ、少し角度ができるようになりましたので、まあ、そこで、まあ、あまり頻度はね、高くなかったですけれども、少し、伊藤が内側を取ることによって、相馬が浮いてくるような、もうボール出せそうだなというような局面が、見え始めてきましたし、62分に山根に代えて三笘を入れ、まあ、三笘は左、それから相馬を、ね、右に出して、3枚で、3-4-1-2 だと思いますけれども、堂安と伊藤純也を変えてということで、まあ、伊藤と浅野の2トップ編成にしたと思いますので、まあ、かなり攻撃的な3バックかと、思いますし、ウィングバックがね、両方もう攻撃のアタッカーですので、まあ、高い位置取りを取るということで、まあ、ある意味で、フォートップみたいな形でしたので、まあ、スクランブルでドイツ戦同様に、まあ、やはり62分の交代以降は攻撃をね、仕掛けに行った、攻撃的に行ったというところでの森保監督の、まあ、意欲的な攻撃的な采配は個人的にはね、まあ、そこに関しては評価したいなと思いますけれども、まあ、プラスその時間以降、ね、こう日本もかなり攻撃、得点を意識して、まあ、三笘がね、特に左で、相馬以上に4番のフレールぶち抜けるなというところもありましたので、まあ、もうちょっとそういうところで、こう、うまく三笘にボール配るような、やはりデザインが試合中に欲しいなというところありましたが、まあ、少しね、森田なんかが起点聞かせて、まあ、こういうところでね、ボールピックアップして引きつけて、こういうところをね、考えるようにはなりましたし、伊藤も先ほど言ったように、まあ、3バックなんですけれども、まあ、左のね、サイドバックのような形で常に高い位置取りは取ってましたし、まあ、その分ちょっと2枚気味で、ね、守るような形にはなってましたし、まあ、少し遠藤もね、この辺は気にして降りるような時には降りてましたけれども。まあ、こういう痛すぎる敗戦ですから、当然ね、この結果を受けて、まあね、日本代表、特に森保監督の采配に、今度はケチがつくと思うんですけども、個人的にはね、初戦のドイツ戦同様にハーフタイムを経て、より攻撃的にチームを変えていくと、で、3バックにしながら、両ウィングバックがね、もうほぼウィングでしたから、まあ本当に攻撃的に点を取りに行くぞというようなスクランブルで、前がかりにチームを出していくというところの采配は非常に、この2試合続けて見れましたので、森保監督、だいぶそこは進化したな、成長したなというふうに改めて思いましたので、そこに関しては全く批判するつもりはありませんし、むしろ、評価したいなというふうに思います。まあ、ただ、この4年半のずっと森保ジャパンの課題ですけれども、まあ、試合中のリアルタイムの、まあ、戦況状況把握からの、修正がなかなか、ね、施されないという意味では、もちろんスクランブルで日本優勢でね、より決定機も多くなりましたし、ゴール前での、フリーキック、決定機、多くなったんですけれども、まあ、ただ逆に、ね、こう、ちょっとカウンター打たれて、嫌な運び方されるようなシーンも、まあ、失点前にはね、吉田のちょっと、軽率な中央への、縦パスをかっさられてのカウンターの形を受けましたので、まあ、ちょっとあの辺は警戒しながら、バランス整えながらね、攻撃的にね、こうチームを持っていってほしかったなと思いますし、まあ、あとはコスタリカが2枚替えをして、まあ、特にね、左のベネットの方で、強度を出してプレッシングかけれるようになりましたので、まあ、そこから奪われての一気のカウンターが少し前半はね、ほぼカウンターの、チャンスはないかなと、ノーチャンスかなというふうな、カウンター全く怖くなかったですけれども、後半の、まあ、特にね、交代カードを切ってきて以降、65分以降は少し怖さが出てきましたので、まあ、そのあたりのね、リスクマネジメントかなと思って見てましたが、まんまとね、ちょっと自分たちのミスで本当に失点してしまったのは、事故なんでしょうが、流れの中で言うとあの時間帯は少し、ね、コスタリカも前がかりに来てましたので、まあ、その分ひっくり返せる、スペースチャンスもあったかと思いますけれども、それが裏目に出てしまったということで、今回はドイツ戦のように日本はうまく爆打に勝てなかったという意味で負けてしまったということになりますけれども、まあ力関係からすれば当然ね、負けてはいけない相手でしたし、まあ引き分け勝ち点1でももったいないかなというぐらいに前半の
ここの優位性であったりとか、まあ、チームとしての、ね、ボールの運び出しなんか見ても、まあ、コスタリカかなりアップアップでしたから、この相手には勝ちたいなと思って見てましたので、まさか負けるとはというところで、ちょっとね、私もショックは大きいですけれども、まあ、改めて今大会の2試合を見ると、森保監督、まあ、システム変更をするというようなカードを持って、まあ、そこは大胆に、いいチームを変えることができるいい監督になったと思いますけれども、まあ、なかなかそのシステムの中で試合の中で、まあ、微調整するような、まあ、選手の立ち位置であったりとか、まあ、どこの噛み合わせのところ、まあ、どこで優位性を見出して、攻略していこうかみたいなところの、まあ、やはりいい戦況把握のところのレベルは、お世辞にも高いとは言えないですし、まあ、そこはむしろ、弱点課題かと思いますので、まんまとこの試合は、まあ、かなり日本が優位性をいろんな要素で持っていた試合かと思いますので、まんまとその優位性を活かせず使えずということで、失点し、まあ、本当にね、枠内シュート1本で決められてしまっての、負けですから、まあ、本当にね、ショッキングな負けかなと思いますけれども、まあ、あと最後に、まあ、こういうね、引いた相手を崩すときにはもちろん、ウィングの個の仕掛けはもちろんですけれども、まあ、そこにね、サポートで入る、あるいはそういう選手をフリーにするために、あるいは1対1にするための、まあ、両サイドバックの立ち位置とか、まあ、ポジションの微調整が超重要だなと改めて思いましたので、まあ、今日に関しては前半からの山根、それから、ね、スタートの左の長友、伊藤洋輝ともに、まあ、ちょっと3人ともに物足りなさが出たかなというふうに思いますので、まあ、そこはね、おそらく想定していたコスタリカの守り方であったと思いますけれども、そこから角度をつけて、うまくウィングに出すとか、まあ、右は堂安が中に入るのは分かっているわけですから、まあ、もう少し山根のね、立ち位置高くするとかいう形で、まあ、配置で押し込み、ね、押し込んだ状況で4局面回すみたいなところの、ポジショナルプレー見たかったですけれども、まあ、この4年半なかなかそういうね、日本代表ではなかったので、まあ、この段階でね、高望みをしても、仕方がないと思いますので、この敗戦を受け入れて、第3戦の、スペイン戦での巻き返し勝利を期待したいなというふうに思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アサラープロキシマ。